勝負5対5対決シリーズ。はい、というわけで箱根の温泉旅行で告知をして続々と集まっているという、めちゃめちゃ応募があるんですよ。実は相手が有名人の方々から嬉しいですね。そうなんですよ。第1回なんでね、第1回にふさわしいとんでもない対戦相手を組みました、はい。そして対決内容ドッジボールです。やったやん、お前得意分野。前回練習したからな。細いの一撃でいなくなってみんないなくなってた。改めまして、シャチョーズの皆さんが何部だったか、ちょっとここでね、はい、端から順番にいきます。サッカー部です。バレーボール。卓球。公式テニス。合唱部。一人だけおかしいんですよ。これはね、これで、いけると思うんで、早速なんですけど、対戦相手を呼んでみますか。まずね、はい、誰と対戦するかちゃんと決めないとね、はい、見ないと分かんないと思うんで、うんうん、対戦相手の皆さんお願いします。じゃあ行くぞー。こんなお酒ばっか飲んでるおっさんどもに負けなきゃないっしょー。でかい、でかい、でかい、やばい、ガタリが変わって、筋肉でかっ。誰から。そういうことですね。はい、というわけで紹介します。先日ね、スポーツ版の虎でご一緒させていただいた山沢社長です。お、新人でございます。社長、日本一プロテインを売ってる社長ですね。日本一売ってますよ。はい、林さん、ちょっと全然まずいな。何分の1？小枝と丸太だろ。やばいやばいやばい。そして、山沢社長、こちらのメンバー、総じて何の軍団なんでしょうか。これもうみんな、筋肉系で、はい、国体3位のパワーリフター、はい、このナバっていう団体のプロの8、うん、でもボディビル、ジュニアチャンピオンだった、だった過去形で、ナースケフィットネス、これ彼も YouTuber64 万人。すごい。てか、ひとまずですけど全員イケメンっすね。ありがとう。山沢さんだけちょっと顔がでかい。おい。誰が顔がでかいんだ。筋肉がね、ちょっとちっちゃいのかもしれない。それもそれで、それの方が嫌だ。顔でかいじゃん。顔でかいがいい。顔でかいがいい。顔でかい山沢です。急に冷やす。聞きたいんですけど、はい、年齢どれぐらいですか、皆さん。山沢さんが36。あ、じゃあ、まあ僕らと同じぐらいですね。次が30です。30、僕は27です。27、若すぎ。あれ2人とも26。うわ、で若すぎるよ。若いじゃん、若いじゃん。おっさんたち大丈夫かな。おっさんたちはボコボコにね。これね、社長図って基本的に偉そうだと視聴者コメント荒れるんですよ。これ分かりますよね。一旦僕ら不利な状況にしました。前回はアダルトチームをボコボコにしちゃったんで。そう、運動会でね。けどちょっと叶わなそうだね、普通考えて。いやでもね、林さん、これ物は考えようですけど、つけすぎですよ。確かに。本当に。使えないだろ、こんな筋肉。よく言われる。使えないよ。よく言われる、よく言われる。動く的じゃねえかよ、どう見ても。的はでかい、的はでかい。でかいよ。横にね、避けたと思ったらまだ筋肉あるかも。すぐスタミナなくなるよ。先ほども当たった判定入りますか？これ紙だ。カメラでは当たった判定いいですか？判定くれてる、判定くれてる。当たった判定でいいですか？おお。俺らを巻き取ってくるかもしれない。お前さんも髪の毛もそうだし、俺も髪の帽子も、俺じゃ帽子英語なくないで完全小さくしてるな。はい、というわけで、じゃあ早速ウォーミングアップしながら、作戦タイムをしながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。半分でやりましょう。はい、なんかおかしいだろ、こんなヤバい人らと戦うの。なんでだよ、絶対無理だろ。だから不可能を可能にするのが社長だよ。し、挑戦ハッピー、挑戦ハッピー。そうそうそう、頑張ろう。
って、審判が来ましたよ。はい、そうスポーツファンとそら高木社長です。どうぞ、はい、お願いします。スポーツ教室の社長さんですか。はい、入江、はい、さんが来たのかと思っちゃった。2回から2回からどっちも詳しいでしょ。いや、まあ、はい、なんとなく。はい、全国50店舗あるジムの名前なんですか。はい、JPC スポーツ教室です。よろしくお願いします。はい、あの体幹教室なんで、子供たちの体幹を鍛える、スポーツが苦手な方でも体幹を鍛えることによってスポーツができる、ありがとうございます、そういうスポーツ教室やられてるんで、はい、よろしくお願いします。今日はね、審判として来ていただきました。はい、審判として気合入ってますよ、この企画に。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあちょっとあの気合入ってきます。はい、ルールだけ決めといて。わかりました。すいません、なんか動けないまっちゃって言われてたんですけど、はいはい、僕全国大会ドッジボールで行きます。なんで言わなかったですか。ちょっとビビらせようと思って。でやっぱ相手方にお医者さんもいらっしゃいますよね。そうですね、いますね。はい、じゃあ治せるということで。大丈夫、顔いっても大丈夫よ。いいですよね。治せるから。そうですね、はい、治せるから大丈夫よ。顔面セーフにはなっちゃいますけど、はい、当てても全然。はい、はいはいはい、ありがとうございます。はい、セーフなんで。細井さん顔変わってたら今日が。よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、全員集合。ちょっと敵がどれぐらい強いかちょっと見学しよう。小学生のドッジボールチームって横一列になってます。あ、確かになってる、なってる。匂いの真似であれやってみます。これ、大阪で止めないのにさ、できるかな。作戦でこうなってるってこと。じゃあ一旦この辺で来るよ。この辺がからみんな投げるよ。こうで、みんなでこう投げました。取られたな。取られました。せーの。こうやって。外野に投げちゃう。なるほど。こうやって。なんで？わかんない。余計すぎる。わからないけど、小学生のドッジボールでなんか見たことある。あ、そうなの。小学生そうやってるイメージある。なんで？ただヒットしたら周りの人が拾わないわ、そういえば。あ、そういうこと？で、置いて。でもこれさ、ヒットしてヒットして落としたら、お二人ともダブルセーフ。あのさ、ちょっと今ググってほしいんだけど、小学生がよくさ、一体となってコンボいくじゃん。はい。理由ググっといて。理由理由。なんでそれが勝率にいかの。単純に敵に背を向けない方がいいかな。あと、こぼれ球を拾えるんですよね。そう。なるほどね。そう、下に落とせば、誰かが拾えるから。あれ、当たって外野飛んでっちゃうの一番最悪なんで。だから重心は低くはもうマストですね。マストだね。確かに。あと、俺さ、どっち断平で見たんだけどさ。どっち断平世代だもん。どっち断片で敵チームがめっちゃ鍛えに鍛えて鍛えすぎて弱いゆっくりのボール逆に取れないって言った。それ有効かもしれない。なるほど。ノロノロってスローカーブみたいな。確かに。取れないかもしれない。絶対取られると思うんだけど。どっち断片やばいな。いけてみよう。いけ。大した理由じゃないです。なんだった、うん、バラバラに動くと人が重なってボールが見えなくなったりとか、 あとはこう全員が同じ方向を向いていることによって、そのキャッチすることに専念できるから、キャッチの確率は上がる。キャッチよりは俺らは避けた方がいい説だよ。キャッチできる自信がないからな。全員で同じことしてる方が一回やってダメだったらダメだ、これあとお前マジで気をつけた方がいいよ。前回全部ライン超えた。本当に。いやもう飛ぶから今日。基本はやっぱ外野がいる方に。そうですね。じゃあそんなもんですかね。やりますか。やりましょう。外野誰にします？外野最初。2回復活できる。じゃあ若手の僕が行きます最初。おお、なるほどね。確かに平均年齢って言って君が一番下げてくれてるからね。まあ当たりたくないだけだ。今当たりたくないだけだ。若手な。若手呼ばわりは自分でするやつ。向こうチームが作戦会議やってるみたいですけど。ちょっと作戦会議するぞ。筋肉だけじゃ勝てないかもしんないよ。じゃあまあとりあえず山沢さんここってこう。あ、でもいや俺球は多分めちゃくちゃとろいじゃん。絶対避けられる。止まって見えるわみたいな。なるほどね。まあでもね、向こうとお金稼ぐ脳はあるかもしれないけど、スポーツの脳は違うから。そうだよ。そうだよ。でもやっぱりお金稼ぐ人が戦略家だって考えると、その人が狙ってくるから。誰ですか。確かに誰。やばい。走り出してる。とりあえずさ、桑田さんが大将でしょ。あ、桑田さん、桑田さん。そう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 。士気が落ちますからね。確かに確かにリーダーもね。
というわけで、今日はね、審判ちゃんと連れてきましたからね。スポーツランの虎、高木社長です。どうも、高木です。よろしくお願いします。出会わせていただいたの高木社長のおかげで、そうですよ、僕を虎に誘ってくれた社長ですからね、間違いない。でこの多分対戦が出てる頃には山沢さんがもう新たな虎になったんで、そこも出てると思います、うん、後ほど山沢社長とトークもさせていただきますんで、というわけで皆さん今日はよろしくお願いします。すごい単純なルールなんですけど、まず外野1人決めてもらって、外野が2回復活できます。その一人だけ。残りのメンバーは、一回外野行ったら、一回だけ復活できるっていう。うん、当てたらですか？当てたら。当てたらです。当てたら。元いる外野は？元いる外野は二回復活できる。当てなくても最初は復活できる。そうです。あ、当てなくても一回戻ってくる。そうです。あとは、ジャンプボール。ジャンプボールをした人を当ててはいけないっていう、最初に。はい。あと、顔面はなしですね。あ、顔面なしです。顔面なしですね。はい。で、当たって誰かが取ったら、セーフですね。はい。小学生のルールだと、審判に文句言っちゃいけないんですけど、はい、大人なんで、OK です。あ逆にダメ。逆にダメです。ここ当てたら何ポイントですか？当てちゃダメ。そこ当てていいですよね。ダメです。違うルールになっちゃう。はい、多分なんか当たったか当たってないか審議があると思うんで、もうそれは全部高木社長が。私が。はい。一つだけ言っとくんですけど、はい、バラエティーなんで面白くしよう。ラジオ。ガチではない。頼みましたね。LINE は結構厳しく見るんですよ。LINE は厳しくで。LINE 超えたら相手ボールで。例えば、投げるときに、こうやって、これ。ああ、それはダメですね。もう超えちゃダメ。ハンドボールなんだ、それは。ああ、なるほど。この三笘の1ミリみたいなのはどうですか？LINE 三笘ならアウトにしましょう。LINE 乗ったらアウト。そんなに広くないんで。確かに確かに。LINE 乗ったらアウト。じゃあ乗ったらダメ。ボールを離したらいいんだね。離したら超えても大丈夫。ある種、筋力か、軽力かみたいなことになってきてるんで、まあ、山沢さんは筋力も、財力もあるから、すごい人なんだけど。まあまあまあ、一旦、若さは上げた。うん。ただやっぱ僕たちはね、頭脳でいきましょう。これ、培ってきたノウハウと。お金しかないからなぁ。よし、V1 本じゃないだろ。筋肉絶対金かかるじゃん。めちゃめちゃ金かかってそうだ。金かかるから。全部注ぎ込んだって。よし、さあ、というわけで、ここで罰ゲームの発表します。おー、はい。両チーム罰ゲームを考えてきたんですけど、どっちかが勝ったら、負けたチームが罰ゲームする。で、じゃあ僕らから発表すると、僕たちを乗っけながら腕立て伏せお願いします。やっぱりね、見せつけてくれないと。まあ、ゴールじゃん、それね。あ、筋肉にとって。喜び？金もらってないのやってんだから、普段。理解不能だから。そうだな。何が楽しくやってるか分かんない。すごいな、お前は。さあ、そして僕たちが負けた場合どうしますか、山沢さん。全員金髪。俺もギリいける俺もオッケー俺もいけますね。僕は無理です。ですよね。勝ったら2億だったらいい。確かにね。喜びを与えてるからね。山田さん、本当になんで金髪なんですか？俺と一緒にしようかなみたいな。全員お揃いに、虎を全員お揃いにしてやろうかなみたいな。金髪のスプレーで1日だったらいい。ちょっと待って、マジっすか？合わなくないリターン、なんか、腕立て。俺ちょっと必死になるよ、これ。頑張ってよ、全然分かってないし。勝てばいいんだよ。いやいやいや。めっちゃ嫌がってる。めちゃくちゃ嫌がってる。一旦やってみてね。じゃあ、早速やりたいと思います。よろしくお願いします。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 どうぞ。よーっ、勝った勝った。やばい、やばい、やばい。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 やっぱり筋トレしてないクワッタさん。
だね、まだみんな戻ってないからセーフです。甘いな相手に。当たってた、当たってた。審判貸し位置ね、今の貸し位置。今のはそうだね。なんだよ。顔面を。おお。やばい。すごい。今の今すごい。集中攻撃した方がいいかも。そうだね、なんか疲れる。じゃあ誰か狙いましょう。トモハッピー帽子ごと吹っ飛ばそう。よっしゃーよっしゃー。おしゃー。残り2人。おー！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 おー
待って。ちょっと待って。え、何が起きた？やばい。これ、ちょっと恥ずかしいぞ。いやー、ガスさん、1セット目は残念ながら負けちゃったね。練習ですか、これ。練習なん？いや、ウォーミングアップお疲れ様でした、皆さん。いや、よかった。とりあえず、金髪にしてもらって。いや、やっぱり僕たちもちょっと年なんで、やっぱ1試合ぐらいちょっとね、アップして。アップしてね。ちょっとあれでしょ、3セットでしょ、2セット選手。2セット。そんな体力ないでしょ、ヘロヘロ持ってんでしょ。一人だけこっち側の寝てる。あら、こっちだね。こっち側のおじさん側だ。一番やばかったっけ、一番ハーハーしてんだ、俺。ジャンプ力どうした？やべえだろ。やばいやばい。一人ちょっと今あれジャンプしてもらっていい？はい。こんな高いのにあるかも。おかしいよね。異次元の運動神経だ。頭鍛える代わりにこっち鍛えてください。なるほど。ナイス。チーム取ってる。おい、それはやめてくれよ。誰がどっちもでチーム勝つんですか。だけど残り時間的にね、3セットで2セット選手でいい。ああ、そうしますか。え、負ける気あります？もしかして。大丈夫ですか？早く帰りたいとかやめてくださいよ。早く帰りたい僕が3セットにしようって言ってる。なるほど。本番チャンスだ。はい。ワンセット負けてんねん。え、いいですか？すいません。3セット見せてください。お願いします。3セット目。大丈夫です。審判ちょっと向こうにひいきっすよ。ガチすぎる。審判を注意しました。だったけどね。イエローカードもらってた。目立ったんで。最初見過ごしてたんですけど、ちょっとお着いなと思って。イエローカードでした。貪欲に書き出してます。死んでも金髪になりたくない。その気は見えてよかった。イエロー2枚も金髪だ。いやもう累積ない。累積なくなる。累積なくなります。累積なしで。これでもちょっとまだちょっとやばいね。どうします？作戦が悪いっす。じゃあちょっと一旦作戦会議で。あ、作戦会議しましょう。やばいな。だって相手外野投げちゃってるから、何回か。基本林ハッピーはパスに。いや、ここ取った時は投げてもいいけど、基本はパスに回しちゃう。近くなかったら。投げる時に、向こうからこっち投げるんですね。はい。そしたら渡らないじゃないですか。なるほど、なるほど。こっちから投げると向こう行っちゃいます。確かに。ああ、そうだね。確かに。そこだけで。あとすげえ切れてたもん、さっき。あとジャマイカの人、めっちゃキャッチ率高いから。高い。あんま狙わないもん。あの人、最後でしょ。あのズボンね、あれずるいで。どういうこと？どういうこと？どういうこと？ジャガーパンツみたいなやつ、あそこでボール取った。ああ、取った。やって。あ、確かに。手使ってなかったさ。ここにネットで。確かに。でかい金玉みたいな感じだ。ムササビ。そう、あそこで、ムササビ。あそこ狙ってたの。あれダメだね。確かに。あれ分かってて入ってきたよ。ボッジボールってこんな疲れるんですよ。びっくりする。水飲んだ後走った時になるお腹痛いやつなんですけど。ミットの水全然。全然ね。めちゃめちゃ痛いです。ちょっとなんか、狙われるときついな。そうね、だから結局何往復かされた時にピンチになるね。あ、そうだね。でこっちはさ、1往復もしてないのにアタックしちゃったから。確かに。パスしかしないドバッグ。あ、それいいかも。パスしかしないで、こうやって削ればいいの、同じように。あと相手の真後ろにいる敵にパスしようとするとそいつが飛んでくるね。そう、飛んじゃうんで、基本パスする人は直線にない。普通に外野にパスしてる、こうやって投げればいいの、横に。相手の上通そうとするとやっぱ結構取れちゃう。取れちゃう。ダンプ力やばい。あの若者の脚力やばいぞ。あの試合中助走ついてるからもっと高く見えたもん。おい、この辺いるみたいな。本当に金髪やだな。直したばっかりなんだけど。いや、全然したくない、俺も。絶対似合わない自信がある。一日金髪でもいいから、別に。金髪に。だって仕事にも問題があるよ。あります、ほんとに。やってたじゃん、陽キャのやつ。いや、でもあの日一日それだけ。ビッグだけどさ。あ、ビッグデザー暮らせばいいんだよ。1ヶ月ちょっと違うのにしてくださいって言ってた。あの細井さんが投げてくるとき一切目合わないんですけど。いや、多分俺の一発目から学んだな。頭いいから。ノールックで。ノールックで。あ、もういっちゃってる。ノールックでやってますね。新聞結構疲れんだ。疲れるこれ。もうハーハーよ、本当に。俺はあんま投げないで、僕は。
最後は絶対山沢さんに決めてもらうんでしょう、まあ、そうだね。めっちゃヘタヘタさせる。そうだよね。山沢さん汗すごく出てる。最初がエグい。やばい。やばい。もうハーハーハーしてる。そうっすよね。あ、だって俺だけだって36なもん。俺あっち側の人なんだから。マジマジで。おっさんどもが当たってね。俺のが年上だったりするんよ。マジで。それでは、第2回戦。します。よっしゃドラゴンで。
こっちが勝ってんのに謙遜したら人間性までこっちが勝つよ。確かに確かに。それはかわいそう。かわいそう。お前が一番やばかった。一対一やこれで。ああでもちょっとこれ、うん、面白くはなってくれましたね。いやけどあの最後はもう忖度とかいらない。全然大丈夫。ああそうそうですね。マジで金髪にしてありますから。マジで。申し訳ないね、勝っちゃってね。最後どうしますかカブちゃん。何もういいですか。最後の競技発表します。競技。フットサルです。変わった。聞いてない。もうドッジボール引き分けだから。もうこの際。はい。フットサルで。はい。確かに。速さが驚いて。速さ大丈夫です。じゃあもう。なんかトーキックしかできない俺。危ない。カズモト先輩がこう言ってるってことは YouTube 的にその方が伸びるんで、それでいきましょう。よいしょ。負けないよ。じゃあ一旦5分ぐらい休憩してから。やりましょう。そもそも勝った。大丈夫。強すぎだろ。マジでよかったな。伊達にあの筋肉はあれ本物だったな。審判買収しても勝てなかったな、マジで。審判だいぶ寄ってますよね。基本的にライン全部超えてますよ。こいつは一線超えてるタイプだから。審判に抗議なんだよ。審判の買収までがスポーツです。アジアカップ、昔のアジアカップ。そうだよ。韓国対イタリア思い出してください。そうだね。日本、日韓ワールドカップね。はい。休憩してフットサル。やりましょう。マッチョ VS 社長ズ、なんと、最終決戦はフットサルです。よっしゃー。なんでやねん。よくわかんないですけど、これはもう5分ハーフで点数が多く取ったチームが勝ちということで、シンプルにやりたいと思います。いいですか。はい。はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、意外と回してくる。意外と回してくる。これで頭がいいんで。いや、どうぞ。
今のチャンピオンズの力おやじだめちゃくちゃ重くなるちょっと展開っすよ筋肉重いちゃんと取れるっていう。そう、チャンピオンすごい。意外と強い。ここに来て 3-0。 3-0 でかい。 3-0 でかい。 3-0 でかい。残り5分だから、あと走り切れれば。 3-0 やばいっすね。 3-0 やばいっすね、マジで。あんなおじさんたちに負けるなんてないわな。やろう。舐められてるぞ。ちょドッジボールも太さも山田さんが一番微妙っすね。一番ね。あいつ多分次からこっち側だけど。ああ、そうっすね。うちらのサブにしてあげよう。36歳。36歳。こっち側。確かにこっち側。高木さん、ちょっとこっちで。審判どう？いやいや、もう圧勝じゃないですか。審判やることなかったね。むしろハンディつけた方がいいぐらいです。逆に5分じゃちょっともう勝負もあるじゃないですかね。じゃあ50分いきますか。50分でしょ。でも意外とヘマしてる。確かに。いや、重量ある方が短距離は強いけど、長距離は強い。厳しいっすよ、お前から。瞬発力ですね。瞬発力。マラソンの逆の体してるから。振ったからずっと出してるから、意外と。ラスト頑張ろう。よっしゃ。頑張りたいですね。これ勝ったらかなりでかいぞ。だって一応まあ、どっちもろはちょっと若干怪しいんだけどね。フットサルはあの、すがちですから。今んとこ。マジで。おじさんつってねえだろ。一番若いんだから。どういうアメコメだよ。いけます？ありがとうございます。あ、つたす。やばい。ダメじゃん。じゃあ、どうしましょうか。キーパーするっすね、そしたら。あ、キーパーする。はい。筋肉ありすぎなんじゃない？あ、めっちゃつつる。水分がね。僕もあのフットサルやると思わなくて。そういう仕様にしてないのね、今。仕様が。じゃあ、キーパーを交代してください、そっち。その前。次の筋肉に活かして。全員はマッキーみたいなのやめてよ。めっちゃ、ふくらはぎの形がつってる。もうつってるもん。バキバキだね。バキバキだね。あれはやばい。自慢げに飛びすぎたね、ドッジボール。見せつけすぎたか。見せつけすぎた。お前医者の仕事しろよ。あれで治ったはずなんだ。あれで治る。あれで治る。よっしゃ、残り3。よし。
うまっ、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 カモートが上手すぎる。ゴールまでボールが来ない全然。次から1点を3点にします。2点取られたら俺ら負けです。やばい。パスみんなパスだ。絶対勝てる。いやいや、7点でいいよ。ラスト30秒。7点いきますか。自分で入れられてるし、もう何も言えない。俺はね、ちょっと思いもよらぬ結末だ。すごすぎ。すぐ調子乗るじゃん。調子乗った。気をつけだって。本当になりたかったんじゃないの。審判ラストは点差でしょ。マッチョチーム7点。マッチョチーム。よっしゃー。これはすげえわ。シュートうまかった。持ってる持ってる。マジでうまかった。やっぱ持ってるね。持ってる。すごいね。いや、正味ドッジボールでもう負けてた可能性ある。確実に負けてますね。マジでサッカーでこんなに俺らコテンパやられると思わないよ。マジで。ぶっちゃけドッジボールぐらいの差あるじゃないですか。というわけで、社長図、一番最初の対決、山沢さん率いるね、筋肉マンチームに、見事2対1で負けました。よいしょこの後山沢さんが、トラになったんで、そちらのトークしたいと思います。というわけで皆さん本当にありがとうございました。はい、というわけで筋肉マンチームとの対戦が終わったところで、新しくね、令和の虎の虎に選ばれました山沢社長です。ありがとうございます。筋肉系 YouTuber、 正直でもあんまり筋肉で役立ってなかったけど、どっちでしょう。一番活躍したでしょ。いやどうだったかな、分かんないけど。というわけで、あの、はい、一応ですね、あの、はい、高木社長がスポーツファンタイガーファンディングで紹介していただいたので、はい、今日は高木社長も JPC スポーツ教室の社長として出ていただきますということで、皆さんまずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、一応企画を説明すると、僕たちが、まあ、箱根旅行行った時に、はい、いろんな人たちと対戦僕たちがしたらおもろくないみたいです。で、あの、一番最初にラスボス級を出してみました。もうラスボス級だったのに、はい、意外とボコボコサッカーでやられちゃうみたいなね。いやでもね、あの、ドッジボールどうでした、あれさ。いや強かったね。いや本当なんかは漫画みたいな身体能力の人が何人もいたね。マジで。すごすぎましたね。あのもう取れないし、ジャンプ力は半端じゃないし。確かに。筋肉めちゃくちゃあるのに機敏なんだよね。機敏なんだよ。困っちゃうよね。だからいい意味で多分筋肉マンのイメージ覆ったと思います。本当、いや今日令和の虎の撮影だったんですけど、そうす、ね、あの控室で、筋肉チームワンチャン勝てんじゃねえ言ってたんだ。みんなおごりだと思ってたんだ。そうそうそう、使えない筋肉ね、おごしたんだけど、いや全然無理でしたね。はい、トマピーどうでした。
っぱね、身体能力もそうなんだけど、こう筋肉を鍛え上げてきた自信からみなぎる気迫みたいなので押された感じありますね。怖い、投げてくるのが結構。確かにね、はい、ジャンプ力が高すぎたね、うん、目の前で本当になんかあの跳躍力すごすぎて上から叩き落とされる感覚ある。めっちゃ怖いわ、うん、細井さんどうでした。いや普通にその勉強で生きてきてよかったって思いました普通にこうフィジカルがもう生まれ持ったもの違いすぎるし、これ努力したって勝てないじゃんみたいな、なんかバケモンみたいなのじゃないですか。結局筋肉は努力じゃなくて才能なんですか。才能っすね。最後才能になってるんですよね。才能。あ、そうだ。そう。そう。頭もいいやつ悪いやついるじゃないですか。いるわ。悪いやつがどんなに頑張っても、うん、やっぱ頭いいやつに勝てないから。そうなんだ。だってどう見ても山沢さん運動神経悪そうだ。誰がやねん。あ、同じサイズ感でもなんか運動神経すごそうな人もいたし、けど山沢さん明らかにどんくさいよ。あれ一番飛んでたの俺じゃないさ。俺じゃなくて。山沢さんは別にそのあれですもんね、運動神経タイプじゃないってことなんですか。あ、いや昔は運動よできたんですけど、めちゃくちゃできたんですが、やっぱりでも最近つけすぎて重いんです多分。あれちょっと肩回しづらいぞみたいな。確かにドッジボールそんな感じした。制限食らっちゃって、そう思ったより球走ってねえなと思ってはい、カブちゃん。いやもうちょっと酸欠になってる。酸欠で老けた。筋肉とか見てる暇ないっすね。お前でも一番ズルしてる。昔からそういうタイプ。細いことばっかしやがって。細い飛ばしてたもんな。いろいろ学校にこういうやつ絶対いんだよ。社長図の治りみたいなことしやがってお前本当に。そのうち射程みたいな動きしやがって。山田さんどうでしたか今日の対戦。いやでもなんかもう楽しかったっすね。子供の時しかやらないですけど。いや俺は小学校以来にドッジボールやったんすよ。確かに確かに。青春してんなみたいな。確かにね。楽しかったっすね。さあ、というわけで山沢社長がなんでちょっと令和の虎の虎になろうと思ってるのかちょっと教えてもらっていいですか。いやなんか僕って筋肉系 YouTuber ですって筋肉の人で知られてますけど、うん、何万人ですかちなみに。93万人です。すごい、むずい。100。そうなんですよ。うわだけど経営者として知ってくれてる人がまだ少ないから、経営者としての自分も知ってほしいなっていうことでちょうどいい話もらったなっていう。なるほど、はい、それをパスしたのが高木さん。ああそうです、そうです。おお、すごい。いや、ありがとうございます。受けていただいて嬉しい。いや、ちょっとしたら人生の大きな転機になるかもしれないので、これ筋肉版タイガーファンディングができちゃうかもしれないですね。そうですね。おー、いいっすね。どうすんのそれ。活躍してね。どうすんのそれ。幅狭何すんの。もうジム開業しかないじゃん。プロテインを1年分希望します。せめえなぁ。せめえなぁ。ボリビルで日本一を取りたい。そういう感じですか。ピーマイマって何。もっと狭い。狭すぎる。空気読めなくなりたいですっていう志願者現れるかい。空気が読めませんっていう。いつものトモハッピーの仲間たちが出てくるだろう。ちょっと自己紹介してもらっていいですか、改めて。筋肉系 YouTuber の山沢博明36歳です、はい、僕はもともシルク・ド・ソレイユってサーカスに入ったんだけど、うん、怪我でショーにはちょっと出れなくてみたいな感じで、で辞めてそこからまあ YouTube を本格的にやり始めて、うん、今はジムの経営とプロテインの販売がメインの事業なんですけど。ジムが何店舗ある。完成が45店舗。すげえ、すごっ。さっきだって俺の運転手がそこ通ってますって言ってたもん、山沢さん。すごい。フィットプライス24。はい。1億かかるんですかね、ブランドとして。1店舗1億。1億。誰がオーナーなんですか。企業さん。あ、企業さんがオーナー。FC オーナーで入ってくれて、まあ、直営が一応2あって、あとはもう全部 FC です。すげえ。回収できるんですか、1億。あ、でも早ければ2年半ぐらいで退社します。だって今ねチョコザップとかどんどんなんかジム多発してますよね。多発してるんすけどライバルになってないみたいな感じですね。チョコザップは僕らが拾えないとこを拾ってくれる。なるほどなるほど。あ、確かに確かに。カニ割ってないですね。あ、なるほど。でプロテインはどれぐらい売れてるんですか。最高で月間累計シリーズの30万個ぐらい売れましたね。30万個、はい、30万袋。プロテインとかアミノ酸とかも合わせて。すごくない。これ林さんよりは現金持ってますね。いやそんな、いや、はい、林さんいつも現金が710何円あ、でもツイッター見てるわ。いつも残高が見てた。日本の界隈で、経済界であんなことつぶやけるの林しかいないから。間違いない、間違いない。残高ばっかり、金がない、金がない。ひたすら残高のなんかずっとお金持ちブランディングしてたのに貧乏ブランディング買ったわ。野沢翼みたいな。何のストーリー。しかもあの復活しようとしないから、ね、ずっとないって言ってる。来週公園で写真撮り始める。
落ちる気。ダンボールの上で。ああ、やりますか。焼き鳥屋でバイトすればいいんだっけ。で、立てやってやるんだっけ。落ちるやないか。今日はスポーツやってみて、林さん久しぶりじゃないですか。正直こんなにやるの。いや、人生で初めてフットサルしました。結構全部シュート打っててますよ。いやいや、シュートね、初ゴール決めたかったんですけどね。確かにね。いやけど、ほんとすごいね、シュート決められる人だから、もうほんと上手かったわ、ほんと。細井が意外とストライカーね。いや、前にいたからですけどね。なんだけど、細井さんもフットサルデビューだったんでしょ。フットサル全然やったことない。ほんとに何かやってんのかなと思って。あ、僕はやってます。僕とカブちゃんはやったことあるっていう。ちょっとすごい人がトライになりましたけど、ドマピーどうなっていきますかね。もっとね、すごくなりそうな予感がしますね。トーク力なんだ。びっくりしたわ今。急に振られちゃったから。いやだけど、その単体の YouTuber としてかなり年商として掛け算したら最大かもしれない、ね。ああ確かに。うん、おお。超強いよ。すごいな。強い。すごい人をね、入ってくれましたね。あとは基本的に筋肉系今までいないんですよ。ああ。竹内さんも別に筋肉系じゃないんで。確かに確かに。だから新しいキャラですよね。うん、ボディービル、ボディメイクやってる人で多分見てない人いないですよね、多分。知らない人はいないかもしれない。タイは絶対見てる。僕も見たことありますもん。俺も見てました。映像の前で山沢さんと、あとサイヤマンさんとか直輔さんもそうですよね。はいはいはい。よくあれじゃないですか、なんか3人でバトルとかしてます。やってました。ベンチプレスバトルとか、あと運動神経いいのかめちゃめちゃ見てくる。こいつね、結構 YouTube 見てるんですよ。めちゃくちゃ見てくる。おもろいっすよ。ただ1個言っていいですか、平均年齢26歳連れてくるの反則じゃない？それだけは言っていい。確かに。おかしいでしょ、あいつら。筋肉界若いからね、まだね。いや、逆にそんなおっさんでやってる人の方が少ないっすよ。いや、ミスターサスケとか連れてきてよ。いや、もう。あと、南米から調達してくんだよ。南米、あれ、広島なんだよ。日本の中では南米の方の方じゃない。ジャマイカみたいな。あの若造、まだ釣ってんじゃねえの。まだケアしてますね。まだ釣ってんじゃん。痛そうな顔してる。チャンネル撮っても令和の撮っても、そうやって数字持ってる人が入って加わってくれるっていうのは、それはやっぱ数字を見込めちゃうから、まあ嬉しいよね。嬉しいですね。また伸びちゃうよね、その新しい視聴者数を。その90何万人引き連れてくれるわけだから、うん、嬉しいよね。これ令和の虎でどういうキャラでやっていこうかね、ちょっと先輩方に聞きたいっすね。あ、それね。アドバイスを聞きたい。なんか優しそうですよね。そう、僕人にあんま怒んないんですよ。でもドラゴンさんもめちゃめちゃなんかズバズバ言うイメージじゃないですか。だから最近そうでもないっすよ。いや、やっぱ怒んないのは失礼ですよ。逆に、はい、バカにはバカって言ってやった方がやっぱ人生に引導を渡せるんで。トレーナーとかやってても、うん、やっぱお前もうちょっとそのメンタルじゃ無理だよみたいな子いるじゃないですか。そういうことって、まあちょっとフェードさせてあげた方がロスしてるじゃないですか、人生。優しさね、むしろ。そう、怒ることが筋肉持ってただれなくても強そうなのにさ、怒ったら余計もきつくない。まあでもそういうキャラいないですよね。そう、この前岩井さんにかぶせられたんですよ、この前の収録で。そういう時に縮こまっちゃったんですよ。はい、そういう場合の対処法を、じゃあ、そんな初心みたいなプレー。初心。いや、あれ普通に初回じゃないですか。うん、あ、これガチで俺ダメなやつなんだなと思って、ガチで怒られてるんですよ。みんな思っちゃいますよね。そう、あ、普通にこれ、あ、ちょっと黙った方がいいんだろうなっていう空気を読んだつもりが、ここは行くとこだ。ない試練だったんですよね。ガチの演者なんでね。そう。そう。こっちもね、どっちか分かんない。分かんないし。けど、一択です。逆ギレだ。逆ギレだね。だから、毎回リンゴとか置いといて、なんかイラついたら、バーンみたいな。そうそうそう。ああ、面白い。面白い。めちゃくちゃいい。ユージさんとかたまにね、なんかインスタとかでやって。イラついたらジャンプ破るとかでしょ。ああ、面白い。なんかもう心に溜めたもの、急に取り出して、バーンって分かる。毎回やってほしい。めちゃくちゃいいっすね。いい。パワープレー。今日のドッジボールじゃないですけど、意外とリンゴをグッてやっても、あ、割れねとか俺が言って、あいつ悪役になって、なんてなっちゃうかもしれない。潰せない方が面白いかも。あれはだるま潰してほしい。そうだね。だるまと思いきやリンゴ潰して、条件付きじゃないんかいみたいな。確かに。あと、ずっとダンベルやりながら話聞いてる。おぉ。で、出す前にちょっと工事してたんですよ。いいじゃねえかよって今のは関連ついてたじゃん。テーマにも沿ってたじゃん。ちょっと強くなってきたね。強くなってきた。タオちゃん強くなってきた。あと試食結構あるんで、自社のクレアチニンかけてから食べるとか。あー急に自社をね、プロテイン初期やりつつ
だけど試食はすべて筋トレの観点で、まあこれはなんかタンパク質がいいですねみたいなコメントとかがネタ的には挟めそうですよね。いいかも。でもそれこそね、FC 版もだって店舗やられてるし出れるし、ね、通販版も出てもらえたら、ね、ありがたい。ちょうど確かに通販もフランチャイズも強いじゃん。おすごいね。うん、鈴木さんは美容はやめたの？美容版っすか、うん、あれやめましたね。いや結構伸びて評価も高かったんですけど、うん、司会やってつまんねえなと思って、はいはい、何お前司会やったんだよ。いや俺が司会やんなきゃ多分あんな伸びてないでしょ。あそれはそうだ、ね、そうすごいね。スポーツ版も出れるし、なんならねダイエット版とかもね、うん、全然ね、なんかあったしね、いろんな分野で活躍できる方ですよね、本当ね、すごい強力なね、やばい、うん、楽しい。あとはあの僕たちのこの対決シリーズ、もしかしたらあのちょっと出てこられるのもあるかもしれないですけどね。そうね、おじいさんじゃん、きついだよね、同世代だよね。同世代、めちゃくちゃ同世代。一人だけ俺ら側だと。あれ、なんだったら中間ぐらいですか。何年生まれですか。87年。じゃあ順番に言うと、下から順番に、かぶちゃん、細井さん、山沢さん、僕、林さん、トマピス。で、高木さんがついでに。一緒一緒です。あ、そう、ここ高木さんです。どこ一緒だ。高木さん一緒なんですか。引けすぎだ。なんか、ちょっとおじさんですね。おじさん。若すぎただけ。銀行で、銀行でどんだけ老けたんだよ。銀行で老けた。元銀行員。山沢さん、正直、金髪します。だけでいいね。いやいや、確かに。だって俺ら別にそんなあれないんで。それだと別に山沢チャンネルで撮ってもいいですけど、うん、まあもしくはあれじゃない、全員のチャンネルでプロテインの宣伝をするとか。おお罰ゲーム。いいな、美味しいけど。売れそうだもんな、めちゃくちゃ。山沢家行ってみたいけどね。あ、山沢宅。ああ、いいっすけどね。いいっすか。サプリめっちゃありますよね。知ってる。めっちゃ、だからもう絶対俺この人ステロイドだろうと思って。ユーザーや。ダメなやつだから。そう。で、けど、山田さんがその大会出るのにめっちゃ追い込んでる動画毎日上げてじゃないですか。あれ見てて。で、試合出たら、山田さんでかい人しかいなくて。そうなんですよ。何この世界みたいな。そうっすよ。すごいっすよ。全然僕なんかでかい方じゃないから。いや、そうなんですよ。レベル高すぎる。93万人ですから。僕らが出ていいものかどうかもちょっと迷いますよ、うん、実力者的に。僕たち全員敬語使わなきゃいけない。いや全員5倍ぐらいのあの、だって令和の虎だってさ、全員って総力戦であんな更新してさ、全員で力捨てあんなもんだからさ、やっぱ単体 YouTuber でやっぱ90万が100万で本当すごいよね。強すぎよ、うん、所詮筋肉って枠なんでね、まあ狭いっすよね。いや逆に筋肉で4位93位いくな。すごくないですか。経営とか投資とかって全然トレーニーの数より多いですよね、興味ある人。確かに普通は。いや、トレーニング人口って結構多いですよね。あ、でも多いんじゃないですかね。うん、まあ、みんな誰もがほら一回は筋トレしてみようかなってなるじゃないですか、ね、ライトユーザーが多いなってんじゃないですかね、うん、あとやっぱ5分間でやるトレーニングとか、はい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 、ああいうのめっちゃ回りますよね。あります。女の人とかも、はい、二の腕を細くする5分間トレーニングああいうのめっちゃいいですよね。トレね。そう、一人でやると結構モチベ持てないですけど。はい、ああいうのどうします？この後撮ります？あ、別に撮らなくてもいいです。全然無理しなくていいです、ね。はい、あの93万人なの。全然。撮るならちゃんと別日で企画会議して。ああ、OK、分かりました。本当にガチでジム来てもらってベンチプレス。じゃあ金髪やめていいですか？うん、別日がいい。じゃあ決定。はい、というわけで、あの山沢チャンネルに僕らが出演ということで、はい、全然罰ゲームじゃないんですか。ありがてありがて。いやでもあんまガチでベンチプレスをやらしたい。ほら多分社長たちが何キロ上がるかって面白いんですよ。でも本当に林さんマジで上がんないんで、ちゃんと特訓してあげてください。5キロからスタートで。5キロ多分20キロ危うい。怪我するんでね。リューピーはだって100とか。僕はね一発だったら100上がります。本当に、はい、けど、あれなんですよね、備え付けの機械ですね。スミスで100だと90ぐらいですかね。70ぐらいでしょ。いや、フリーとスミス全然違う。75回だったら8回ぐらいできそう。全然違うからね。フリーきついよね。じゃあ最後、虎になって、そして今後の山沢社長がどうなっていくかちょっと最後に教えてもらっていいですか。展望を。おー、まあ、2024年でもいいし。僕ずっと、だから、なんで年商言ってないかって、ジム100店舗、YouTube 100万に年商100億の、うん、トリプル100が夢で、ビッグ3みたいな数え方するなよ。なんでベンチ、デッド、スクワットみたいになってんだ。そっちよ。俺野球の方行っちゃった。かぶせてきたよ。そのビッグ3が、まあ、本当にあと1年ぐらいなんじゃないかな、全部みたいな。おー、逆算力。これはすごいね。それを叶えた時に、
わって言いたいんですよ。なるほどね。それはすごい。かっこいいな、男らしい。いや、すごいわ。俺は400店舗まで行ったけどね。ああ、ありがとう、ありがとう。YouTube 柔軟マニアだ。ああじゃないのよ。さあまあそんなね、山沢さんがあの僕らのコミュニティに入ってくれたということで、もう何よりもね喜ばしいんで、うれしい。今後対決ものがあったらぜひね来ていただきたいですし、僕らをチャンネルに出させてください。ありがとうございます。ぜひ。はい、というわけで、概要欄からね山沢さんのチャンネルもぜひ皆さん遊びに行ってください。高木さんの JPC スポーツ教室と、はい、そして、高木さんのスポーツ版タイガーファンディング、そうですね、スポーツ版もぜひと JPC チャンネルですね、 JPC チャンネル、はい、もうそちらもぜひ、概要欄に貼っておきますんで、山沢さんに出会わせてくれてありがとう。いや本当にありがとう。嬉しい。ありがとうスポーツ版出れる社長ってなかなかいないんで、そうね、本当に良かったです、はい、ありがとうございます。というわけで山沢社長、そして高木社長、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとあの次に生かす反省会です。まず初対戦どうでした？手応えあった？どう？この企画自体雑魚でしたね。フットサルに関しては正直雑魚だったね。いや負けたけどな。だからもうどっちもですかなり負けてたよ。いやもっとねやっぱ惨敗しないと。あ逆にね、だって偏差値だって平均2ぐらいですよ。やめろ、ボコボコにされろお前。ボディのね偏差値はきっと78あったね。脳筋マットやめろお前。なんで対戦中に言われるんだよ。ドッキリ仕掛けるぞあいつ。ドッキリをね影で言うっていう。ドッジボール大会って言っていきなり引き手ですよ。いやバカ野郎。これあの対戦相手ってどういう人が来てるの？結構いっぱい来てます、うん、カラオケ対決、うわあとボーリング。あボーリングやってないね。ボーリング全然ね、うん、あと変わり者で言うと心霊スポットに行ってお互いのチームの団結力もちよくわかんない。意味わかんないね。あと大食い対決やってます。大食い、うわ大食いか、それ面白い。そうそう全然食えない。大食い結構食うっすよ。結構食うっすよ。大食いはね結構食うんじゃなくてねちょびちょび食う。結構頼むだけ、頼むだけ、うん、頼むだけ。けどわんこそばとかおもろいかもね。まあ確かに、あわんこそば面白そう。おもろいね。ドリンにわんこそばでもう5人いたらちょっとだるいっす。確かにシンプルにカンケリとかケイドロとかやりたいんだけど、少年の頃やったような。終わり？終わり？今の出てて揃っちゃいました。あ、そうなの？フットサルとかそれこそ入ってましたね。おお、はい。脱出ゲームやってた？脱出ゲーム。あ、脱出ゲームやりました。やった？はい。あれ盛り上がった結構。いや、あのとりあえずあのカブちゃんとトムアッピーが険悪になった。あとにかく仲良くさせるには共通の目的を達成させたらどうかみたいなのでペアルックでやらせる。なんかレーザービームみたいな出てるの当たったらピーってなるやつを順番にやってすぐ当たるからおい早くやれよ。最終俺のが好きだけど。山沢さんの今回チームはやっぱ我々よりもやっぱ強かったんで、ちょうどよかった。ちょうどよかったですね。だってさ、ゲストをさ、ボコボコにしてもしょうがないしさ。だからアダルトチームにボコボコにしてたけど、アダルトチームに対してなんか、うん、乱暴な言葉使うなとか、敬えとか。だから基本は、まあ、あの期待値的では我々より強いだろうってチームでやった方がいい。それはそう。で、たまに奇跡的に勝つぐらいの、ね、の、あの、肌感でよろしいんじゃないですか。今回すごい良かったと思う。確かに。うん、全国 の、うん、このママさんバレーチームとかね。ああ、いい、いい、いい。とか、あの、小学生で強いチームとか、やらせてほしいんですよ。なんかね、うんうん、そんな。バレーボールなんか叶うわけがないよな。バレーボールやっぱ難しいよね。まあ、ねいきなりできないよな。可愛くバドミントンはダブルスってことですよね。交代ダブルスとかね。5対5で。卓球はやってるけど、バドミントンやってないもんね。ああ。ちょっと何でもいいんで、皆さん、あの、これからもまだまだ募集しますんで、概要欄に貼っときますんで、ぜひとも。これからも やらせてください。応募してください。というわけで、皆さん、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。対戦チーム募集待ってます。次の番組で高評価いいでよろしく。コメント書いて何対決がいいか、何対決がいいかコメント書いてください。お願いします。お前はスタンス大丈夫、ずっと震えてはいるっす。あのエイト君弱いっす。これちょっと最後筋トレイヤーとしてさ、はい、釣っちゃった自分どうよ。本当に釣ると思わなかった。だせえ。なんなら釣る側だと思ってました。ちょっと医者見てやるよ。顔聞くでしょ。顔聞く。最低だ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 。この医者一番やべえ。岩井さん。岩井さんにも強いんだ。ちょっとカーフをちゃんといじめとけば治るんで大丈夫。